で、昨日さ、ちょっと曲練も始めたんですけど、スケプティックって曲がまあとにかくやたらと難しいんですけど、昨日はそればっかり、練習したんですが、そしたらね、皮が剥けちゃって痛々しいんですけど、ヒリヒリする。で、薬指の付け根も結構使ったなっていう感じで、ちょっとなんか重たいもんこう持とうとするとつっちゃうみたいな感じで、ダメージがでかすぎますね。あの曲練習するの。お疲れ様です。今日は、3月28日です。はい、今日はですね、予定ではまた日本橋のスタジオにね行くという予定だったんですけれども、今日もね在宅ですね。別にスタジオに行かなくても確かに今任されてる仕事っていうのは全然できちゃうんでいいんですけど、今やってんのがね、昨日もやってたんですけど、スタジオにある機材すべてトラッキングシステムみたいなやつがあって、それに入力していって、でさらに一個一個 QR コードを生成してアイテムに貼るという膨大な、考えただけでもねどんだけ大変かっていうか、めっちゃ時間かかるよっていうぐらい数が多いんですよ。日本橋のスタジオの方でおそらく200、300ぐらいあるんじゃないのって感じするし、ヒルトンの方は1000超えてると思うんですよね。全然終わんない。はいまあまあまあ、自分一人でねこれやるっていうわけじゃないんで、一応メインで私がやるっていうことなんですけども、助けてくれる人はいます、将来的には。これも5月中とかに終わらさなきゃいけないっていうことで、いやいや厳しいでしょそれ、どう考えても。その管理システムにアップするっていうのはですね、最後の方でいいので、その手前でまずまとめておかなきゃいけないっていうのがね結構あるんですよ。であと何件か電話もしなきゃいけないっすね。忙しいよ。全然アップロードできてないし、ちょっと再起動しよう。調子悪いんだよな。大変だぞ今日。やることリストがどんどん増えていく。全然減らない。今ね、ネットフリックスで久しぶりにドラマを見始めまして、スタジオチームのねお二人は結構このドラマ面白いよみたいな感じでおすすめしてくれるんですけど、今回ね珍しく日本のドラマで不適切にも程がある、工藤官九郎ですねあれ。しかも今やってるやつらしい。ネットフリックスってそんな今やってるドラマとかさ、そんなリアルタイムで出してくるんだっけ。なんかイメージでは TVer でしかそういうのやんないみたいな、でちょっと古いやつは載ってるかもしれないみたいな、見てるんですけどめちゃくちゃ面白いですね。久しぶりになんかドラマ見てます。アマちゃんっぽいね、やっぱりアマちゃんが最高に面白かったな。はい、でこちらバージョン2ですね。関西のうどんの出汁みたいなやつで漬けてる漬物なんですけど、今回ねからしを追加で入れております。以前ねいただいたねお漬物でね、きゅうりが丸々1本豪快に使ってるやつなんだけど、それがねからしが効いててね美味しかったのよ。それを再現したいの。うん、からし入れすぎたな。うまいけどね。きゅうり3本今回はちゃんと切って、で、だしは2袋入れたんですよ。で、からしをこのタイプにして大さじ1入れたんだけど、もうちょっと少なくてもよかったかな。美味しいけどね。うん、うまい。もうちょい少なくしてもいいかも。
まあ、今ねやってる資料作りみたいなやつ、まあ、さっきはめちゃくちゃめんどくさいって言ったけど、結構自分はこういうの好きで、一回ね、あ、このやり方結構効率いいなっていうのを見つけると、なんかハマって2時間ぐらい平気でやっちゃうんだよね。こっちのは効率いいなとか見やすいなみたいなのを見つけられればの話。あら、もう一人風邪の人が増えてる。みんな風邪っぽいな。うん、あ、でもうまい、爽快、一気にパッて抜けてる感じ。いや、それにしても久しぶりにこんな深くやっちゃったな。これギタリストあるあるだと思うんですけど、こういうの繰り返してだんだんね、指先がね、こう皮が厚くなってって硬くなっていくんで、初心者の人が最初にエレキギター触った時は弦が09とか張ってあっても指先結構痛いってなると思うんですよ。ましてやチョーキングってさ、持ち上げるからさ、何回かチョーキングしてみて全然上がんない上にめっちゃ指先痛いみたいな。でもそれをね、ある程度繰り返して、最終的に皮が抜けて、そんで硬くなってって厚くなってって、でその間チョーキングとか弦を抑えるコツもこうなんていうの、身について最終的に全然ストレスなく弾けるみたいな感じになってくんで、最初はね時間かかりますよ。あ、ただこんなに激しく皮が抜けるっていうのはそんなないと思いますけど、あとはね、爪も人によるんだけど、できる限り深爪っぽい方向の方がいい、左手はね。溶かしたいな、これ何とかして。バーナー欲しい。ウェザーニュースの山口さん、ちょっくらトースターでやってみるかな。でもう一個プロモーションビデオみたいなやつも、それも手伝ってるんですけど、そっちもね密かに進めなければいけない。今日は昨日追加でねデータが送られてきたんです。抜けてる。いただきます。うん、めっちゃうまい。気分転換にちょっと晩ご飯の支度しておこうかな。昨日ね、帰りにね、池袋の西武の上で北海道展やってまして、牛みのってやつと、牛塩もつ鍋、はい、こちら買ってきまして、今日もつ鍋にしようと思います。店員さんがねすごく親切でね、キャベツと玉ねぎでニラ、これでやるとうまいっすよって言ってたんですよ。ちょっと水でやってみるか。おお、キャベツ立派、すごいぎっしり詰まってる。たまにすっかすかの時ありますよね。あと締めのラーメン最高ですよね。もちろん用意してあります。